皆さんこんにちは、 DOT キッタンやつのどうもトトです。今日はこちらです。はい、こちらでございます。アニヤチンパンジーでございます。はい、こちらはとあるおもちゃ屋さんで買ってまいりました。ということでまずはこちらを開けていきたいと思います。はい、ということで開けてまいりました。で、チンパンジーのアニヤはこのような感じになっておりますね。そして手と足が動きます。やめてください、このもう天才そうな顔、まあ、いかにもね、まあ本当の人間に近い動物っていう感じがしますね。あとね、まあこのアニヤを見てたらあの人気アニメのお猿のジョージを思い出しますね。いやー、かわいいね。キャッ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 って遊んでいるような感じが出て、まあ、癒される部分もありますね。そしてアニヤはこちら、図鑑カードも一緒についております。で、チンパンジーは乾燥したところや雨の多いところなど多くの環境に対応できます。肉食を好むことが知られていますということですね。まあチンパンジーは、まあ、猿の中でも最も頭が良いので、まあ、昔の旧石器時代の人々のように、まあ、狩りをしているという説も発表されているんですよね。いやー、まあこのチンパンジーはね、まあ、現代の旧石器人のような感じの動物ですよね。いやー、チンパンジー思ったよりも利口なんですね。はい、ということで今回はこちらのアニヤチンパンジーを紹介しました。で、感想はですね、まあ、見てもらったら分かるんですけど、まあ、このようにもう賢そうで、まあ、とてもキュートなチンパンジーのアニヤが手に入ったということで本当に良かったです。で、皆さんもこちらトイザらスやショッピングセンターのおもちゃコーナーに置いてあるので、ぜひ気になった方は買ってみてください。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。